はい、それでは最長不倒賞、された方それぞれですね、各部のチャンピオンということで、リザルト残していただきました。それでは女子の部の伊藤由紀さんから、大変おめでとうございました。ありがとうございます。はい、4年ぶりの妙高サマージャンプ大会、いいジャンプ見せていただきました。最近の調子とか何か感じることとかちょっとお願いします。はい、ちょっとこの夏はなかなかジャンプが噛み合わずに苦しんでる最中なんではあるんですけれども、今日朝早くからのジャンプ、試合にもかかわらず、こんなにたくさんの方に集まっていただいてパワーいただけて、ちょっとレインボージャンプには届かなかったんですけどなんとか K 点超えることができてよかったです。はい、ありがとうございます。昨シーズンの冬もワールドカップ、勝ったりとか、この夏もほぼ優勝したりとかで非常にいい形で来ているので、またこのままサマーシーズン続きますが、冬のシーズンもいい、結果、待っております。最後ですね、冬に向けての目標と、あと今日集まっていただいた、ファンの皆さんに一言よろしくお願いします。はい、今日は暑い中応援ありがとうございました。先ほど試合の後に、女子の選手も皆さんの前に立たせていただいて、たくさん顔を見ていただいたと思いますので、女子チームこれからも世界の、チームにこう食い込んでいけるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。はい、伊藤由紀選手でした。本当におめでとうございました。ありがとうございました。冬も期待してます。はい、それでは、グルセイカーケンジ選手、今オーストリアの方からですね、札幌に北海道に来て、そして今白馬で練習をしたりとか、武者修行っていうのかな、積んでもらってますが、ケンジ日本語大丈夫？はい、まあまあ少しできる。OKOKOK。 さあ今日優勝できた、原因要因は今日のジャンプ何が良かった？いや、ベビーさん。ドイツ語ならいいのかな？ドイツ語なの？オーストリーはドイツ語ですね。食パン2個食べた。食パン2個。それだって勝因なの？そうなんだ。よかったじゃん。現時点で食パン2個。分かった。はい。食パン2個、じゃあこれからも毎日ずっとね食べてもらえれば。はい、日本に来て日本の雰囲気どうですか？暑い。暑い。日本暑い。日本の人はどう？あ、いい。日本の人はいい人。ケンジ君のお母さんはですね、妙高高原出身の、横山久美子さんという方が、お母さんでいらっしゃいますので、はい、そんなことでね、冬将来に向けて何か目標をお願いします。誰かこれ通訳さん用意した方がいいんじゃないのかな。はい、一生懸命頑張ってオリンピックのチャンピオンを目指すそうです。それでよろしいでしょうかね。はい、はい、はい、グロセイカーケン選手でした。おめでとうございました。それでは男子最長不倒、そして優勝の山本龍太選手お願いします。はい、本日は皆さん暑い中お越しいただきありがとうございました。ですね、スペシャルの大会、ジャンプだけの大会、振り返りますと、おそらく、全国中学校の優勝以来というところで、非常にいいジャンプができて嬉しいです。ありがとうございました。はい、マーベラスエクセレントレインボージャンプを叫ばせてもらいまして、大変ありがとうございました。96メートルを超えるとレインボージャンプ発せられますので、今後選手の皆さんよろしくお願いします。はい、山本龍太選手、ですね、皆さんご存知の通り、ワールドカップでも好成績を収めたり、ジャンプに磨きがかかって、また秋冬のシーズン非常に楽しみになっております。また冬への目標と、あと今日お集まりいただいたファンの皆様に、一言お願いいたします。はい、私の競技、この後、クロスカントリースキーという競技の2種目をやっております。コンバインド競技というものをしています。昨シーズン初、
2位のワールドカップ2位の表、成績を出すことができたんですけども、今シーズン初優勝に向けて頑張っています。また今日日曜日ですけども、皆さん多分まだ時間あると思います。木島平村に見てですね、この後今日の記録を使って、コンバインドの後半のローラースキー大会を、この後そのまま行きますので、皆さん時間がある方は木島平の方にお越しください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではもう一度皆さん写真の方よろしいですか。はい、なかなかこのスリーショットもですね、撮れないかもしれないんで、あと10秒、お時間お上げしますんで、どうぞ。はい、それでは最長不倒賞合わせて優勝者の3名の方にもう一度大きな拍手をお願いいたします。本当おめでとうございました。ビッグジャンプ大会ありがとうございました。